マッチ。もうこんな時期だね。今年はちょっと早めの土手です。相変わらず一人遅えわ。昨日は頑張ってた。よっしゃ、じゃあいつも通りのところ行くか。土手が年取ってんの。何これ、白がすげえ入ってるけど。なんこれ。ここで四足歩行のギネスを挑戦したんですよ、一回。ダメ。今日天気いいな。やっぱ今度晴れるね。すごいボス通った。これね、カレッジに刺してくやつ通ったでしょ。口張ってるボス来たよね。来たね。口張ってるボス。なんか口張ってるボスです。そうそうそう、これぞって感じすごいな。マムシだ。マムシ見たもんね、確かに。探したい。ここで。なんか歩きやすくなった。歩きやすくなった。歩きやすくなったね。なんか通路ができてる、ね、バカまずい金がいないな。バカまずい。食用じゃねえんだよな。うわー、来た来た来た。これだ。うわー、懐かしい。岩場よ。なんかあんな。あれ、あれ、なんだこれ。なんだ。おい、おい、見ろ。え、待って、なんかカラッカラじゃない。せーの。あー、ちょっと待って、怖いね。ちょっと安定しなくない。ちょっと怖いね、これ。いや、これ危ねえぞ。いいね。うー、怖い怖い怖い。なんか踏んだ感触やだ、これ。なん、持ち悪い。もうなんか柔らかい。うわぁ、なんだこれ。なんだよこれ。えりすぐりの落花生がいるぞ。なんだあれ。なにあれ。葛飾記念館とかって。確かにそうだね。展示品だよ。ここは私のっていう感じすごいから。知らないとこ。そうだな。おぉ、意外と安定する。海岸いけるもん。あ、確かに。すげえ。おいしょ、おいしょ。ちゃんと安定感ちゃんとしてるわ。まあ、やっぱ体重分散するんだ。おお、安定してるわ。感謝。見ろあれを。秘密基地の入り口だ。また誰かが秘密基地作ってるかもしれない。今年はどんなになってるかね。よいしょ、よいしょ。このガタガタの岩場もさ、慣れないと結構つまずくな。ここはいつも通りだね。あっちからね。あれショートカットだ。ショートカットすごい。ここ通れるようになってる今。干上がってんのか。口張ってるラスボス来た。マスクがあります。忘れ物ですね。今年ならではですね。あ、伸びたね。身長高いよね。本当に身長高かったけど。今年の代わりはここだな。道が開けて秘密が公になった。オープン秘密基地です。靴ひもも済ませないマンしてんの。情けねえ靴ひもになっちまったよ。前そこ落ちてったもんね、一回。あ、そうだね。ちょうどここだよ。懐かしい。ここかここにね、昔タイムカプセル埋めてたんで。その時の再現できるよ。何年ぶりかの再現ビデオだ。背中に YouTube って書いてある。大きくなったな、お前。シャベルを拾いました。あ、それ、前にあったよな。これ前にあったやつだね。すごい。ひどい。これはひどい。すごい、再現できた。懐かしい。シャベルを拾いました。すげえ。それあれじゃね。それあったよな。これ前に拾ってやったね。ひどい。これはひどい。これはひどい。なんか昔よりクッションなくていて、これはひどい。まだ再現されてるのがいい。そう。あとね、ダーマの笑い声も再現されてる。そう。いや、あれはね、面白すぎてね、あの過呼吸でした。懐かしい。いいもん見れたわ。俺あの日現場にいなかったからちょっと嬉しいんだけど。あ、そうか。ちょっと忙しくてね。ここだけ見るとサファリパーク来たように見えるわ。確かに。ほら、編集でライオンとか追加してもいけるよ。いけるけど、バレない。高速通ってなければ。サバンナ近代化。サバンナ近代化。サバンナ近代化。ちょっと戻ってご飯食べよう。はい。座ろうと思ったんだけど高さが合わなすぎるな。これはお前か。俺日水だぞ。いいだろ別に日水。酒でできた。じゃあ今日は夜みんなでやるときにノンアルコールなんですよ。ノンアルなんだ。じゃあ我慢しろよ。チーカバよこせよ俺に。早くよこせよ。ちいかわそんな食べないでしょ今は。勝手すぎる。ご飯も6本食わないでしょ。お前ハリボー食ってんの。うん、美味しい。悪いだからねえ。
ヤンキーヤンキーヤンキーのキーがおかしいんだよ。ナホに関しても黙々と食ってるだけだからね。いや、あれおかしいんだろ、箸でヨーグルト食ってる。そうなの、だからね。あれ、いつだ。わぁ、わぁ、わぁ、すごい。じゃあ帰りましょう。帰ろう。始めました、うん、雰囲気を。また来年も来よう。よいしょー、どこ行ったか。普段からいるメンバーですが、今回の形はこんな感じになりました。はい、はいはい、個人鍋、個人鍋、うん、みんなでつつかず、一人で一個っていうね。いい形で、贅沢やな。贅沢にしましょう。はい、今年もとりあえずお疲れ様と。お疲れ様です。なんか特殊な一年だったね、はい、特殊でしたね。本当にね、いろいろと大変な一年でしたけど、はい、こんな便利なのがあるんですよ、最近は、ね、一人用。皆さん、2020年お疲れ様でした。よいしょ、乾杯乾杯乾杯。30分に1回ぐらい換気タイム入る。オッケー、はい、お願いします。100億回行ったね。うん、マジかよ。そうだよね。あ、面白い。いや、大変なこともいっぱいありましたけど、それでもなんかこう、その中で工夫できたことがいっぱいあってよかったですね、今年は。確かになんか、うん、夏だけの動画とか結構攻めてたもんな。うん、攻めてたと思う。イベントがなかった分さ、そうだね、ご視聴者さんたちに会えてなかった。そう、会えなかったね。21年やりたいよね。でもしょうがないからね、しょうがないけど、これなんか落ち着くまではね。で、毎年同じ話しててさ、うん、今年スマブラやったね。そうね、あの家の撮影が多かったからね。めちゃくちゃやった、ね、全然飽きる気配ないどころかどんどん深くなってってる、うん、本当に何回引退したか。何回引退したか。負けると引退っていうんだよね。そうお前ら強すぎんだよスマブラ。今年めちゃくちゃ引っ越したな。あ、確かに。何人引っ越した。俺、はいはい、あ、俺もだ。やばい。今日はもう一っといで状態。あー、もう全力で羽を伸ばしてる。あー、いいね。ありがたいね。まあ、やね、ちゃんとやってほしいよね。そう、酒っていいね。いや、やっぱ、いいよな、うめ、まあ、いや、今年の飲酒量ゲロ増えたもん。シルクがビール以外飲むようになったなと思って、ベランダでミントを育て始めてハイボールを作り始めて。危ねえ。他にいたら教えてほしいんだけど、あの寝しなによく眠るためにテキーラを飲むやつ多分俺ぐらいだと思う。マジでとんでもない。本当に信じろお前ら。ふざけんじゃねえよ。ふざけやがって。いや、最近思うのがなんだよ、メンバーともうるせえよお前。これだな、年末だな。いや、でもメンバーと盛り上がるときは、あの会話不要なんだなっていうのは、あ、音でいける。音でいける。音ってか、もうなんか空気でいける。なんか2021年の動画はもう本当にいろいろと企画も進んでるし、だいぶな量撮ってやるから。結構撮ってたよ。撮ってめっちゃ撮った。めっちゃ撮ったね。めっちゃ撮ったし、めっちゃ編集しとる。ビッグな企画もいくつか進んでるしね。そうだね。2020年のトップトレンドの動画で今回3位だったんですけど、うん、そうですね。ね、まあ、まず皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本当に、本当にそれこそ再生回数もあれ、まあ、あの中のランキングの中ではトップだったんだけど、うん、2000万回ぐらい再生されて。再生回数はね。そう、再生回数は年始にかけての動画はやっぱり面白い動画いっぱい詰まってるから、うん、皆さんに見てほしいですね。こんな中でも明るい動画をいっぱい出したいなと思いますので、メンバーの皆さん換気タイムです。換気扇を回してますけど換気タイムです。いやでも今年海外ね行けなかったから。行きたかったよね。行きたかったよ。早い段階でね上がっちゃったからね。そう、毎年行ってたからね。毎年行ってたからね。あれ今年流行ったノリある。なんかさ、毎年ちょっとだけ言ってるじゃん。バカテンポ。バカテンポはそうだな。ポン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 。バカテンポ、バカテンポ、おバカなリズムでバカテンポ。詩吟のアクセルホッパー。おかしいなこいつら。何あったっけな。いっぱいありすぎる。いや絶対今思い出せなくて編集中にあれあったっていうパターンが意外とポンって出てこないんだよな。そうだ、今日の帰り道が出てくる。ポン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 。バカテンポ、バカテンポ、おバカなリズムでバカテンポ。今年はなんかいろいろと考えることが多かったから、いろいろあったんだけどメモるの忘れた。まあ、100億再生10周年ぐらいだね。うん、あとやっぱ人生点。ああ、中尾はもうフィッシャーズになってから丸1年丸って言ったの今回初めて。あ、そうだそうだね。
当に危ねえ集団だなと思ったよ。やっぱりスケジュールが結構過密だから、10分刻みとか本当5分刻みとか秒数で区切られてんじゃねえかぐらいのスケジュールある。うん、何回かしぼんだよね。しんどいな。しぼんだからで友達だからやれてるなとは思う。やっぱ友達関係じゃないかったらもう確かにね、確かに言えて言えて言えたらいいよ、言えて言えて、もう1ヶ月いたらすごいよそいつは。死ぬほどハードスケジュールだもんね。うん、やりたいこと多すぎて止まれなくなっちゃってね。まあでも楽しかったよ。うん、あっちゃっこマジだけマサイのこないだの間違い WHO フーって。あーそれだ。本人めっちゃ恥ずかしかったんだろうね多分ね。俺はフーって呼んでるって。いや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 違う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 、社内とかで、ね、の会話であるじゃん、ドライバー大変じゃないの、大丈夫。なんかごめん、事故なの。お前ら面白いよ。面白いはずで俺基本黙ってるじゃん。そうだよ ね、集中してくれてる。最初から集中してほしいなっていう時が本当、運転してくれてる彼に言うのも本当に申し訳ないんだけど、お前元気忘れすぎな。あ、そうなんだ。おい、ほんとこいつなんで言えんだよ。俺が切れる番だろ、それは。乗車人数を全く数えないで発信するから元気いないんだよ。お前奥多摩の方のコンビニで忘れられたら俺どうすりゃいいんだよ。元気車の中いるのに、あれ元気だって言う時言ってる。あれ俺もある俺もある。ほんとにすぐだよ。いねえもん。いるんだよ。いねえもん。俺はいるよ。マサイが一番テンパった時の好きなのは、テンパった時にね、言葉が出なくなった瞬間に腕組んで後ろにこうやってやるんだよ。あ、やるやるかも。腕組んで後ろにやった時、意味わかんないって言ったけど、お前のそれ一番意味わかんない。あれおもろいんだよね、こっちからの知ってる人間から見るとね。うわ、はい、行きたい。ちょっと人の癖の話しようぜ。マサイ、マサイだほわある。俺あんのやだ。こっちはわかりやすいでしょ。本当に話聞いてない時、ウケるっていうのやめてほしい。そうだね。あの漫画読んだ時に、俺一回ウケるって言われたのよ。そういえばさ、お前さ、この時のこれ読んだって言った時に、ウケるって言われた時に、あ、本当にウケるなと思って。俺からしたらめっちゃウケるやん。そう、そう、漫画読んでる？ウケる、ウケたと思って。で、こうこうこうなんだけどって言ったら、え？ってやるの。うん、そんな状態で人ってウケないじゃん。そうだね。話聞いてないのにウケるわけないから。全然分かってない自分で。あとは結構人さ研究してるからさ、人の癖見んの大事なんだけど、人より大癖だと思ってるから。うん、多いよ。どれから話したの？ちょっと程度が大きいものを言うとき、7倍〇〇っていう。あ、7倍まるまる言う。7倍キモいとかいいもんね。7倍言うね。言う、確かに。シュークこれやった。マックス。マックス。シューク飯食った。マックス。出前頼む。マックス。待って、マジで。あ、俺それは意識外だわ。何マックスって。俺が聞きたいよ。フィジカルを伴う意外な結果に直面した時、アチャパリピっていう。アチャパリピは絶対言うわ。アチャパリピ聞くわ。アチャパリピめっちゃ言うわ。アチャパリピ言う。あれはね、本当に分かんない。試合に負けそうとか、そういう展開になるときに歌い出すときがある。ああ、そうかも。鼻歌歌った後、めっちゃ強い。逆にスワブラやってるときに、シルクの撃墜したときに鼻歌歌ってると、ああ、なんかいつものが来るなっていう構え方してる。あ、マジか。俺もそう。ちょっと今編集集中させての雰囲気の時のシルクのエンターの仕方が全然違う。そう、振りかぶってんの、すごい。なんか一体メンバーに言いたいことないんですか、じゃあ。お前まだろくなこと言ってねえぞ。ろくなこと言ってねえぞ。待ってくれ。俺ろくなこと言ってるよ。いや、今から出す予定。横っ。想像以上に思ってるよ。ダメでかぼっていつだったよ。中1の時に膝と頭をごつんこしてた。やべえ。本当にやばい。まあごつんこする中ではあったけど。どういうこと？いや、それは今の説明は不適切。その前から割と仲は良かったけどっていうべき。中尾ともう一人の友人が必要に俺に話しかけてくるから、多分そこから言ったんだと思う。寝れる人間の超いいところ教えてあげよう。体なんか凝らない。俺は肩こりとかない。緊張状態が少ないとかね。そういうことだ。逆に寝てない人間の俺デメリット言いたいもん。そうだよね。みんなさ、時間増えていいじゃんっていう。まあ、確かにそこはメリット。いや、確かにそれはある。クソほどメンタル必要。あの、人より考える時間が長い。めっちゃいろいろ考える。俺そうなったら寝るけど。寝ない。そうなったら全部メモる。メモるね、はいはい。そう、メモるは大事で、全部メモって、もうやみそうになった時はとりあえず問題をメモって、もう元気な時のチームに入って投げる。これ大事だと。まあ分かる。そうだね。心配性も多分ショートスリーパーに関わってきてると思う。
でもうちのメンバーはちょっとビビり多いよね。いい意味でビビり。いい意味で。慎重派だよ、ね。まあまあ。人から見たら嘘だろって思われるのも俺はもう理解してる。いつの間にシャワー浴びてた。あったかかったー。あったかかっただろうね。さりげに真面目な話ばっかしてるよね私。そうだね。朝4時とかまでそういう話ばっかしてる時はあるから。私はその個人間の話を結びするのが好きな。この光景いつも通りなの。マサイハウスの時は俺と元木が永遠に話すっていう時間があるからな。こんなに凍るも何もなく延々とずっとロングで飲むやつもなかなかいないの。何をそんな話すことあんの。あんだよな。10年もいたあのね、同じ話なんだけど深み増すんだよな。増す。1年ごとに。おきさん、トゥトゥ何今の何トゥトゥやばいだろ。俺今何ずっと何言ってかかんない。聞こえてる。チャンス。ほぼ北綾瀬っつったよな。北綾瀬おきさん、あっいや結構面白かったよ。今のちょっと面白かったよ。ダカオルさんだったそれやろ。元気トリッキングをさ、もっとすごいね。あ、怪獣。ああ、怪獣で消したの。怪獣寝る気だな。元気裏面ゲ。今年初の31日よ。ない。確かに。俺ちょっと違和感あって、今回はしょうがない。まあいろいろあったしね。この段階で言えることって2021年やべえことが待ってるよってしか言えない。そう、今からそうするじゃなくて、一応仕込みが済んでいるといえば。そう、しかも言ったら1年前ぐらいから何かがあるから、何かを待っててほしい。俺も早く見せたいし。いいし。久しぶりにこの公園に来ました。初代アスレチック公園ですね。第1回の初代のアスレチック鬼ごっこをやった場所ですね。もうあんまりやってないですけど。懸垂10回がきつい。倒れそう。相も変わらずですね。ここは本当はみんなでちょっと来たかったんですけどね、ちょっと今日は僕だけということで。なんか去年だっけな、その1個前だっけな、ザカオとなんか酒飲みに来た気がするけど。引き上げるパワーが落ちた。登り棒とか腕だけで2往復とか全然余裕にできたんだけどな。あーしんどい。2021年はしっかりとちょっとトレーニングしたいな。というわけで2021年フィッシャーズよろしくお願いしまーす。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、あー。